じゃあサビの C で、ここでこれを G の形のまんまで、ここでドドドを弾いたつもりになる。一緒に弾くようなイメージ。で、少し G の時にこれをちょっと目立たせるために、少し離していくと、がちょっと強調されて聞こえやすくなります。ちょっとわかりますか。でっていくよりも、終わったところが音がなくなっていくんで、に聞こえやすくなるんですね。